私が低学年もとったから疎開しておらん子もおりましたが、疎開せん子が残っとるからそれを、見に行けませんからね。学校の上に富士井いう家があったんです。5分も経ったところにあるんですが、そこを私宿を借り取って、そこの2階を降りましたらね、ガタ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 言いました。で、あれは地震じゃ思うたんですよ。おばあさん、地震があったね言ったら、何か大きな音がした、大きな地震じゃった、どこ落ちた、どこが震源地じゃろうかね、いうやのことを言うて、私はそこをおれんから学校すぐ飛んでったの。おばあちゃんはさね、ここを置いといて学校行くけえね言って飛んでったんです。まっすぐ降りてったら学校でしたから、はい。10分ぐらいしたら次から次から来てんですよ、やがの人が。大事じゃったね、まで原爆の知らんなです。まあ、とにかく ここへ寝とんなさい言うて、行動にして全部披露して、あのご座敷きましてね、そこへみんな寝せたんです。そのうちに疎開所の手伝いをする人がおりましたんですよ。それが戻ってきたんですよ。これらがひどいやられておりました、はい。家の人はそんなひどい目に遭うた人はおらんのですが、ほとんど疎開の手伝いに行っとった人がその目に遭うたんです。だからこれは大事があったんじゃなと思いましてね、私はすぐ山の上上がったんですよ。と言いましたら、もう一面焼け野原になって、ああこういうことだったんじゃ、大きな火事じゃったんじゃなと思ったんですが、それがしばらくして原爆じゃいうことを聞きましてね、高野橋、あの辺りにおったんです。ここらの人は疎開手伝いに家を崩しに行きよった。その人たちが戻ってきましたがね、それより先に矢賀の人がここへ来まして、矢賀の人は一番私が頭に残っとるのが、このガラスの破片が蝶へ当たってね、蝶が飛び出とるんですよ。それで車へ乗してね、上車へ乗しても連れてきたんですが、こうやって動かしてんですが、ものすごい、まあ長尺長いですよね。それが一番記憶に残っております。そのまだ誰もおらん時に第一線が戻ってきて、矢賀の端の方におったのがその目におった、ガラスにおってね。で、ここらの人は疎開の手伝いに行った人も相対した怪我はないから、野外に上がって避難したりいうような調子でした、はい。でひどかったのは野外一丁目、ここは2丁目ですからね、学校の辺から2丁目、今度は3丁目とあったんです。で、1丁目がその被害を負ったんですね。はい。広島へ作業に行ってた生徒はいなかった？おりません。はい。生徒は作業に行ったのはおりませんが、親がね、親兄弟が順番で
今日はここ、今日はここ言うて行きよりまして、二丁目が明日いう前の日、いえ一丁目ですよね、一丁目が行っとってひどい目に遭って余計やられとってでした。見別やられとってでした。はい、それでそれらはあのやっぱりガラスの破片かなんかでしょう、目の方を怪我したり頭の方を怪我したりいうような人がここへ連れてこられた。二丁目三丁目は変わったことはありませんでした。それが矢賀の小学校へみんな連れてきましたからね。それから矢賀の小学校が原爆の人がものすごい100何本おったでしょうね、寝せられておりました。はい、このお医者さんとか、ね、お医者さん、はい、お医者さんはね、矢賀のお医者さん、岩花いうところがあるが、矢賀に昔からのどういう地かね、手島じゃない、歯医者さんがおられましたよね。歯医者さん、うん、林、林さんと新町いうところです。富士渡る橋があるでしょ、あの手前の方から来られたです。林さんとそれから名前忘れましたがね、お医者さんがあそこにあった、内科か外科か知らんが、それが一番早く飛んできました。はい、でその日はそれからどうしてどうされましたかご自分は。はあ、あの次から次から帰ってくるんですよ。でこっちの方の人でもたまたま出とった人が怪我したよって、みんな野外運ばれてきましたがね、兄弟が連れてきた、親が連れてきたで、あの今向こうが学校ですが、学校は今はそれから後に建ったんで、こっちに公民館がありますよ、あそこが学校だったんです。あの学校を全部開きましてね、で、あの入り口にあるところを集会所を言って、そこへみんな一番先に来て手続きして薬に乗ってもらうて、それから向こうの校舎へ、校舎が1、2、3組入る部屋があったのをみんなぶちのけましてね、ヒーローしてそこへ片っ端から寝さしたんです。で物言うのが少なかったです。